滑水女子大学は、長崎県長崎市東山市町一の52本部を、奥日本の私立大学である。1981年に設置された。大学の略称は、滑水、滑水大、滑水女子大、滑女。大学名や法人名である。滑水は、ヨハネによる、福音書4章10節の、生ける水によってサマリアの女に、天台の福音を説いたとする記述にちなむ。 日本私立大学連盟に加盟している。滑水女子大学の見学の精神として、知恵と命の泉、主イエス・キリストに結べよが掲げられている。これは、滑水学院の創立者、エリザベス・ラッセルの、知恵と命の泉、主イエス・キリストに結べよ。女子に最高水準の教育をとの言葉に基づいている。教員と特別な場合を除いて、 男性のキャンパス内への立ち入りは禁止されている。2014年度以降、学部1年生は自宅での新聞の購読を義務付けられ、1年間新聞スクラップの作成を行わなければならない。同時に、教養教育カリキュラムが全面的に改正され、20名程度の教養セミナー12の履修が新たに必修となり、学部、学科根性の少人数クラスにおいて、 大学で学習、研究を進めるために必要とされる基礎的な能力を身につける教育が行われる。2014年度から国連アカデミックインパクトの加盟校となった。毎年、高校生を対象とした英語プレゼンテーションコンテストが行われており、国連の理念に関わるテーマが設定される。教員養成学部は置かれていないが、教職課程での教育にも力を入れており、 家庭科や音楽科、用語教諭など採用数が少ない区分の教員採用試験にも合格者を出している。また、神戸神話女子大学の通信教育課程を編集することにより、小学校教諭の免許を取得することができる。学部大学院附属機関滑水女子大学の同窓会は滑水同窓会と称し、東山でキャンパス内に事務所を設置している。 活水女子大学の前身である、活水女学校では1892年に初めての同窓会が開催され、その後、日本国内だけでなく、国外にも支部が設けられている。東山でキャンパス新戸町キャンパス、大村キャンパス国際交流協定国内大学との協定。ありがとうございます。